モノマネグランプリトーナメント2021っていうのを昨日見ました。リアルタイムで見ました。思うことは、まずモノマネって誰もやってないモノマネ、これが一番なんです。モノマネってのは発明なんです。誰かがやったやつを誇張してやるっていうのは、もうそこで違っちゃってんの。だからそのモノマネをどういうふうにやるか、例えば森進一さんっていうの真似しますって言ったところで、あ、多分、ああ、こんばんはってやるんだろうな、みたいな、そういうふうに、もうすべて見えてくる。で、モノマネは誰もやってないモノマネをすることが一番大切なんです。そして私は昭和54年にでしたっけね、思い出の渚というのを出した。これどういうことかというと、思い出の渚をただ歌ってもつまらない。じゃあその思い出の渚の一曲の中にいろんな人のモノマネを入れてやったらどうだろう。その時に高音はこの人でやろう。低音はこの人がいいや。それで、いちいち誰の真似をするか、アモイサムが、リズムに合ったところでポンと入れる。そのリズムをちょっと遅らせたところで、これを被せるように、モノマネするっていうふうに、レコーディングするときも相当考えて、3日ぐらいかけてレコーディングしました。そんなふうに、ただモノマネできるから1曲の中に全部入れちゃえ、で歌ってみようっていうのは、これはね、なかなか難しい。私は自分でやってみて本当にそう思った。それをまあ日本で初めて、まあ一曲の中でいろんな人の真似をやってみたんだけれども、これは大当たりしました。それで誰もやってないモノマネをいろいろ入れてやったわけですけれども、そういった中では一曲の中に詰め込む、2億4000万の瞳もそうですけど、後ろがガチャ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 してるところへポッと言っても、なかなかうまくいかないです。それはブレイクしたとこでポンって言うから、そのモノマネが効くわけで。だから、それも計算のうちに入れないとダメ。あとは、いっぱい人の真似をするときに、ほとんど似てるんだけど、一個、似てないモノマネがあると、全部似てないことになっちゃう。その人のモノマネを疑ってかかることがあるから、一曲の中でいっぱい入れるっていうことは、非常に冒険なの。それで、自慢話にしかならない。私はこれもできるのよ。僕はこれもできる。あれもできる。これもできるのよって見せればいいわけじゃないです。そんならば、今回見てて一番思ったことは、一曲で勝負してほしい。一人のものまねで。私はもう40年以上前に、その何人ものやってるから、そういうものには、まず興味ありません。で、今回振り返ってみると、古賀シューの一人が見たい。石田社長、最高。やっぱり古賀シューはね、持ってる。目の付けどころがいい。これ、社長の前ってまさにやってないから、こういうのが旬。で、みかんはね、いいんだよ。すごく構成もある。あれね、自分で考えたはず。すごく構成がいい。だけど、栗柳徹子さんは、もうちょっとキーが高いのよ。あとはね、完璧。そう、私もね、そう思うっていう。ああいうのはね、あの構成はもう素晴らしいと思う。頑張ってほしい。で、ホリプロの、ホリプロ軍団とか、太田プロ軍団とか、もったいない。中にいい子がいっぱいいるんだから、そういうことをやってほしい。その事務所で固めて、なんとか軍団っていうのは、もう安易だと思うな。で、山寺さんはね、カラオケを自分でやったとか、それで歌の中の感想も、ソロで吹いた。ね。それで歌も歌ったって。それはまあすごいんだけれども、あれだとやっぱり見てる人はね、目がちっちゃう。やっぱり歌に専念してほしいのと、もっと歌に自信を持ってやってほしいと思いました。それからメジャーなところをマイナーにしたっていうのは、わかるんですけど、マイナーがうまく歌えてなかったですね。それは凝るのはわかるんだけど、マイナーっていうものをもっと理解して歌ってほしいなと思いました。それからビッグボスやった狐。
これはね、もうビッグボスだけでいいよね。それなんであれみんな番組の中はごちゃごちゃしてんのかなと思う。あれ声も似てるし、喋り方も似てるし、ほんと撮ったらね、あのビッグボスだけで全然いけてるね。あれもったいなかったな。それで優勝したのは竹内俊介。これはね、びっくりしたのはね、初めての中。これマイクに仕掛けがあるのかなと思うぐらいな声出してたでしょ。あれはね、誰もやってないっていうか、私は誰かモノマネしてんのを知らなかったのかわかんないけど、で素晴らしかった。うん。それで優勝は山寺って俺は予想したんだけれども、山寺でなければ、まさに竹内俊介くんが優勝すると思いました。あれは本当にね、意外って言えば意外かもしれないけど、ああ、なるほどな。初めての中が聞いてんなっていう。福山雅治さんって言ったところで、もう見えちゃってんのよ。多分、こうやって歌うだろうっていうところが見えちゃってる。でも、神奈月のおかげで最後に寝ちゃったっていうのが、あれが効いてる。最後は笑いを取らないと、あれはやっぱり神奈月のおかげだなっていう。神奈月に感謝っていう感じですよ。それからサリーちゃん。サリーちゃんね、すごく期待してた。そしたらね、出だしの音が外れちゃったんだよ。歌ってね、いつもそうなの。出だしが難しいの。その出だしをね、イントロでもう、うんって頭の中で入れてこなきゃダメ。うんって出ないとダメ。それ、うんって探ったところで、人は離れるからね。歌の頭出しっていうのは非常にこれからね、気をつけてって言ってほしい。頭が出ない人は癖になってるから、探るの。って探るの。探んない。ぶつけてから音を決めるんじゃなくて、決めたところでスポンって出て、初めて頭の音が決まる。それから神奈月は、ビッグボスだけでよかったね。VTR を入れたところで、それがね、なんて言うんだろうな、まず営業じゃできないじゃない。それで VTR 入れたところで、まあ、絡みは面白いんだけど、ああいうことをしないでほしいな。あと、最後に、マックロード出てくるじゃん。あれはね、ちょっとね、難しいと思うよ。うん、YouTube で見ないとあれ出てこないでしょ。うん。あれはね、そこまで良かったけど、それを知らないがために点数入れなかった人、審査員もいるんで、あそこはね、あんた自分だけ、分かってればいい、自分だけ楽しいきゃいいと思ってるでしょ。俺的には面白いんだけど、まあ一般の人はちょっと分からないかな。堀はね、うまいよ。うまいけど、カノエコだけでいい。カノエコでもっと遊んでよ。だからね、なんでああやってみんな入れちゃうんだろう。わかんない。カノエコだけで、あのいやらしさと、なんかセンスのなさ、あれでいけちゃうんで、もうカノエコだけで、あんた作れんでしょ、全然。錦鯉、面白かった。漫才で優勝して、俺このまま行っちゃうのかなって思うぐらい、勢いあった。松浦航大さんも荒牧さんもモノマネの引き出しから全部出しちゃダメ。この引き出しは開かないようにしとくの。それで開いてる引き出しからいくつか出す。せっかく前回荒牧さんとそれからミラクルと面白い対決になってくるって言ったんだけど、荒牧さんはもっと自分のことを考えてほしい。もっと素敵な自分を出していってほしい。4人で固まって美空ひばりやりたくなかったと思う。今回もあんなにぐちゃぐちゃ入れたくなかったと思う。それから松浦くんはやっぱり雑だったことは自分が一番よく知ってると思うし、荒牧さんもそれ同じことで自分がダメだったことが分かってると思う。2人とも言えることは、自分の心配は自分ですること。人は心配してくれないよ。自分のことは自分で心配しないと。だからこうやって見せてどうなんだろうっていうのを考えないとダメよ。腕があるのにもったいない。で、荒牧さんは自分の立場、自分のことを自分で考えていかなきゃダメだと思う。俺はね、フジテレビに出た時に、あ、
荒牧さん、よかったなと思った。テレビっていうのは使い捨てだから。あのモノマネ王座は大切にしてくれるから、その使い捨てにはしていかないから、そういうところを荒牧さんも自分で考えていかなきゃいけないと思う。これからの生き方として、自分をどうやったらベストの形に見せられるか。自分をもっとどうやったらいいアピールができるだろう。そういうことをね、誰も考えてくれないよ。だから自分でチョイスして、どういうものをやりたい、どういうものをやりなきゃいけないっていうことはね、荒牧さんも考えてほしいなと思った。まあ今回そういうわけで、見事に、竹内俊輔君ね、もう彗星のごとく現れてきて、ちょっと夢が出ましたかね。うん、とっても良かったと思います。秋葉さん、そういえば昨日リアルタイムで結構ツイッター更新してたみたいですけど、うん、いや見てるとね、やっぱりつぶやきたくなっちゃうんだよ、あのリアルタイムで。あ、これは荒牧さんの優勝もないなとか、まあそこまで書けないから、優勝はハテナマークみたいなのをしたり、今日これやるって思ってなかったから、まあとりあえず俺の気持ちを伝えとこうかなと思ってツイートしたんだよね。また清水明がごちゃごちゃつぶやいてるぞみたいなコメントがあったりして。ああ、そっか。結構なんかやっぱりモノモース系を最近やってるので、モノマネに対してそれもちょっとやってくれるよねみたいなニュアンスのことが結構、期待もある、期待が結構ありましたね。あ、そう、よかった。ツイッターのコメントとかを見ると、ちょっとハッシュタグ忖度っていうのが結構多くて、まあ多分審査員についてベテランにちょっと忖度しすぎなんじゃないかというのがすごいあって、99点入れた審査員はちょっと目を疑っちゃったね、左足で。え、99点って思ったし、それから83点とかっていう人もいたけど、何が基準でこうなっちゃったって思う。だからね、俺はやっぱり歌に対して専門家が一人欲しいと思うね。その人が、まあどうですかって言ったら、歌はとってもいいとか、頭外れたねとか、もっと力があったはずとかって言う人がいないと、なんか知り合いには点数入れて、知らない人には点数低くみたいな。中でも3人で出てきても中に上手い人いるのよ。だからそういう人をピックアップしてやればいいんだけど、なんかテレビに出れるからって部分で芸能界入りますみたいな人も出てきちゃうと、ちょっと違うかなと思うな。カメラが入ったところで、はぁとか、ほぉとかやるけど、その前やってないわけだよ。だからカメラが入った時の自分の立ち位置考えてるからつまんないと思う。つまんないものはつまんないでいいと思う。似てるのはすごいなと。じゃあどこを感激したのかっていうことが一番欲しいんじゃないのかな。審査員は自分のこと考えちゃダメだよ。自分のこと考えるんだったらやめた方がいいよ。俺は自分のこと考えてるから審査員はやらない。